よー、せつなけいすきです。今回はね、ここのトイレにさ、トイレに立てこもっている犯人にお話を伺いたいと思います。あなた誰？たかしが死んだ。たかし消えた。誰だったんや。だいたい察しはできる。マギのお母さんかな、あれ。さあ、調べる範囲が狭いよな。だから何かしらのイベントがあるかと思うんです。この鍵やって、さっきの時みたいにパスワードを自動的に教えてくれるシステムじゃないんかな。まさかこれにヒントがあったりするんかな。わからん。わからんよ。なんで出ようという言葉も出てこんのか。調べれるんで、こっちから調べなあかんの。横からじゃダメだったんじゃ。頑丈な箱がある。鍵男。パズル。そしてこれが答えのやつ。覚えなあかんやつ。だな。右上にハートがあって、右下に人みたいな文字があって、支え合って人になるみたいな感じになって、この一番下の真ん中のやつがなんか下って感じみたいなのがちょっと見えるんよな。よし、頑張ってみよう。ここから動かすんじゃ。これ俺の苦手なタイプのパズルや、これ。できた。できた。めっちゃ時間かかった。わあ、できちゃった。できたけど何だったん？開いたんじゃ。そうか、鍵開いたんだった。
6月6日、たかしが死んだ。今日の朝、病院から電気も上がった。私を愛するものはどんどん消えていく。昔もそうだった。あの、はじめくんも。あ、完全にゆいちゃんだよこれ。ゆいって子だよこれ。で、たかしと結婚して産んだんがまきちゃんみたいな感じか。今は何も考えられない。さきたちのことも何も。6月6日、たかしが死んだことを親戚に告げなければならない。葬式も挙げなければならない。子供たちに構っている暇がない。ごめんね。8日、もうこのアパートに来て何ヶ月経つだろうか。残念ながらもうあの裕福な生活には戻れない。社長だったたかしが病気になってからは経営状態が悪化してお金が一切入らなくなってしまったから、お金のことを考えると功績が不安になってくる。生活費もそうだけど、教育費が。今はなんとかたかしの保険金で暮らせるけど、その先はどうすれば。11日、会社に行ってきた。いくら夫が死んだとはいえ、これ以上休むわけにはいかない。11日、有給もすでに尽きている。先のためにも私が頑張らなければ。何枚か破られて。で、2月13日、もう先たちを養って生きる自信がない。一人だけではとてもじゃないけど無理。ごめんなさい、たかし。私、あの子たちの父親を見つけることにするわ。父親は絶対に必要。再婚か。2月14日、早速婚活を始めた。私もまだ30代。きっといい相手は見つかるわ。詐欺たちのためにも見つけなければ。15日、友人の紹介で、とある男性と今度会うことになった。向こうは独身らしく、私より5つ年下。先たちの父親としては若すぎるかもしれない。16日、待っててね。お母さん頑張るから。頑張って先たちを幸せにしてあげるから。17日、友人紹介相手と会って食事をしてきた。帰り際に連絡先を交換しようとしたら断られた。振られた。これでくじけてはいけない。めげずに先たちの父親になれる相手を探そうと思う。18日、また友人に相手を紹介してもらった。今度は私と同い年の IT 企業の男性らしい。収入はありそうだから期待できる。もしその人と結婚できれば、生活費、教育費も心配いらなくなるだろう。その人とは明日会う約束をしている。19日、今日 IT 企業の男性と会った。ルックスはいいわけではないけど、真面目で気さくな人だった。帰り際に連絡先の交換にも成功した。あさって、うちに遊びに来ることになっている。今回は望めるかもしれない。長いな。2月20日。最近帰りが遅いと先たちに心配されてしまった。あなたたちのためなの。今は我慢して。21日。彼が家に来た。とりあえず手料理を振る舞ってみた。それでとても美味しいと言ってくれた。先を見ても笑顔で接してくれていた。どうやら子供は大好きらしい。帰り際にまた家に遊びに来てもらうことを約束した。2月22日、サキの様子が変。サキちゃん、朝から、部屋から一歩たりとも出てこない。明日はなるべく早く帰ることにしよう。24、彼が遊びに来た。今日も手料理を振る舞った。前回と同じく美味しいと言ってくれた。その後にユイさんの旦那さんになれたらいいなと言ってくれた。もしかしたら脈張り。25日、朝からサキがトイレで泣いている。すごく辛そう。どうしたのだろう。聞いても答えてくれない。ただサキは、新しいお父さんなんていらない、もうやめてと言うだけであった。何この展開。あなたたちのために探してあげているのに。26日、彼を家に泊めた。順調だ。27日、順調なのにサキがなぜか彼から距離を置く。注意しても距離を置く。全く困った子ね。3月4日、今日サキが少しだけど家出のようなことをした。こういう時に私が叱っても言うことを聞かない。やっぱりあの子たちには父親が必要なのよ。彼に頼んで毎日家に来てもらうことにした。5日になって、今日家に帰るとサキが泣いていた。きっと悪いことをして彼に叱られたのね。3月14日、最近サキが全く言うことを聞かなくなった。それで新しいお父さんなんていらないと連呼するようになった。あなたたちには父親が必要なの。15日、あまりにサキがうるさいから思わずサキを叩いてしまった。少しやりすぎたかもしれない。
ごめんね、サキ。3月21日、まだサキは言う。新しいお父さんはいらないと。一体彼の何がいけないというのだろう。お母さん、一生懸命あなたたちのことを考えているのに、どうして分かってくれないの。7月9日になって、なぜか児童相談所から電話があった。通報した犯人はサキだ。何を考えているの、サキ。ああ、なんか虐待とかあったけど、その虐待の話ってこれのことだったの。10日になって彼に突然振られた。順調だったのに、きっと先のせいだ。これ以上先にたちに構っているといつまでたっても成功しない。しばらく寝室に閉じ込めることにした。え？なんかページの隙間に挟まっているぞ。あ、ほんとだ。なんだろう。楽譜みたいだね。楽譜？弾けるでないか。じゃあ引くんは次回にしようか。というわけで今回はこの辺で。結構長なった。パーズのせいで結構長くなったよ。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。新しいお父さんなんてもういらない。新しいお父さんなんてもういらない。新しいお父さんなんてもういらない。だって我が家にはもうお父さんが14人いるのよ。なんで15人探そうとしてるの、お母さん。おかしいよ。15人目のお父さんも、よし結婚しようみたいな顔するのやめてよ。